その時、天がイエスに向かって開いた。イエスは、神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。Thank you.
皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日も素敵な、ゲストをお招きしております。フルート奏者の、シオン・カウルさんです。こんにちは。こんにちは。本当に素敵な演奏ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。1曲目は、はい、祝福という、はい、曲だそうですけれども、そうです。この曲は、オリジナルの曲ですか？はい、あの柳瀬沢子さんの作品で、はい、私の7枚目の CD のために書いていただきました。そのために書き下ろした、はい、そうなんです。本当に素敵な曲で、なんかこうフルートの音色って優しくて、なんかこう本当に癒しを受けるようなイメージなんですけれども。 ありがとうございます。はい、なんかこう天からこうね、あの聞こえてくるような感じの、はい、あのちょっと天を思わせる音色ですね、フルートは。なんかもう聞きながらね、あのちょっとうっとりこう眠りの世界に癒しの世界にこう飛んでいってしまうような。そうですか。シオンさんが、まあ、フルートっていう楽器に出会ったのはどういうきっかけなんですか？はい、これはあまりあの公共の場で喋ることではないんですが、じゃんけんで負けたからです。あ、そうなんですか。はい、そうですか。ブラッシュバンドであのクラリネットを志望してたのに、はいはい、じゃんけんで負けたので、あのじゃあフルートでっていうことでフルートになりました。そうですか。でもなんか不思議ですねそうですね。なんかその、まあね、聖書の中にもくじはね、神様の御心によって決まるっていうふうにあるように、はい、きっとそれで、そうですね、はい、始めたらもう夢中になりましたけれども、うん、きっかけはあのもっとひどいことを申し上げるとあの親友が入部届を出しに行くのに付き合っていってであの中3のその副部長のトランペッターが大変なハンサムだったんですね、はい、で入れよなって言われて、はいって言ってしまったのが運の月という。そうですか。おまけもついております。でそれからもうずっともうフルートっていう楽器と、はい、あの向き合ってというか、はい、もう本当に生涯の、そうですね、もう友のような。本当にそうです。もうあの自分の体の一部というか、うんうん、そしてあのクリスチャンになられて、はい、まあ、音楽家としてあの8枚7枚ですかね、はい、CD を出されて、はい、あのいろんな活動をされていると思うんですけれども、はい、まあ、クリスチャンになってからの演奏とそうなる前とやっぱり違いますか？そうですね、やっぱりそれまではあのこう自分の才能がどれぐらいあるかとか、うんうん、どれぐらい人より上手かとか、やっぱりこう自分が中心でしたけれども、あのやっぱりクリスチャンになってからは、まあ、急にコロッと変わったわけではないでしょうけれども、はいはい、でもだん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 変えられて、やはりその上手い下手ではなくて、うんうん、その賛美の中に住まわれる神様とその自分自身が出会う、そして皆さんにも出会っていただきたい、うん、イエス様の愛が届くようにって、そのことだけであのやっぱり賛美したいと願うようになりましたね。はい、分かりました。うん、じゃあ早速また、はい、続けて次の曲は、はい、カタロニア民謡鳥の歌です。はい、はい、これクリスマスの曲なんですかね。そうなんです。あのイエス様の御降誕を歌った古い聖歌です。はい、はい、それでは2曲目どうぞお聴きください。柔らかな朝の光輝き染めて、小鳥は鳴く、甘やかに神をたたえつつ、風の中を飛び去る鳥たちは各告げる、我らの罪を救うためにイエス生まれたもう。Thank you.
私は28年前のイースターに洗礼を受けました。当時私は人生の最難関に差し掛かっていました。愛するということも含めた能力のなさ、そして経済的な基盤を失い、健康すら失っていました。にっちもさっちもいかなくなったその苦しみの中で、私はすべてのものは預かったものだ、賜ったものなのだということに気づかされました。そして洗礼に導かれました。しかしクリスチャンになっても私の中の競争意識というものはなかなかなくなりませんでした。私は長い間大変激しい競争のあるクラシック音楽界で生きてまいりましたので、いつもトップを望み、そしてエリート意識が捨てられませんでした。そういう自分をまた同時に不自由に思っておりました。各地で伝道コンサートに用いていただくと同時に、所属の教会で礼拝の中の賛美を含めて教会の中に賛美が満ちるように、あらゆる工夫をいたしました。例えば賛美と祈りの礼拝の企画、安らぎコンサートというチャペルコンサートはもう20回近くになります。またオープンチャーチを企画して、その中でミニコンサートをしたり、高齢者の多い教会ですので、高齢者のグループ、グループハーベストという名前をつけて賛美の指導をしたり指揮をしたりして、高齢者の方がとても元気になられています。そういう中で私が学ばされたことがあります。私はフルート奏者ですけれども、教会の中で私という存在は一つのきっかけにしか過ぎません。賛美が教会員全体のみんなの賛美になった時に、初めてその賛美が地域にイエス・キリストを証しする輝きを放つものなのだということを教えていただきました。感謝します。こういう中で私はどのように賛美によって仕えていくかということを学んだのです。気がつくと不思議なことに、自分の中に長い間あった不自由さがなくなって、とても心が自由にされていました。次にお送りしますのはガブリエルのオーボエです。これは映画ミッションのテーマミュージックです。実はですけれども、今から250年ほど前にスペインの宣教師さんたちが南米の奥地に宣教に行きました。でも原住民の頑なな抵抗にあって、ある人は怪我をさせられ、また命を落とし、本当にひどい目に遭いました。言葉では伝わりません。中にガブリエルという若い宣教師がオーボエを吹く賜物がありました。ガブリエルは意を決して背中にオーボエを背負って、すごく高い急な滝をよじ登り、原住民のそばまで行きました。そして密林の奥深くで、神様は本当に素晴らしい方だと心を込めてオーボエで賛美しました。その美しい音色に頑なだった原住民の心が和らげられ、少しずつ近づいてきてくれて、そして最後に密林の奥深くに祈りの教会が立った、そういうお話です。神様が音楽を用いられるときに、本当に素晴らしいことが起こります。私はこの曲をよく派遣の時に
賛美させていただきます。どうぞ聞いてくださるお一人お一人がそれぞれの生活またお仕事持ち場に戻られるときに、ご復活のイエス様が共に行ってくださって、必要な助けとまた守りをくださいますように、祈りを込めて賛美させていただきます。ありがとうございました。こちらこそ、2曲3曲と、はい、続けて演奏していただいたんですけれども、ショーンさん の、 その、まあ、クラシックの世界で、ずっと演奏してこられて、はい、やっぱりすごく厳しい世界だったんですか？そうですね、かなり、需要と供給のバランスの悪い世界ですね。だから目指す人がすごく多いんですけれども、はいはい、職業は少ない、うんうん、ですから当然競争が激しくなる、うんうん、で、そうですね、みんな本当に真剣に小さい頃から遊びたいのも我慢して、ピアニストなんかはもう本当に小さい頃から毎日ね3時間も4時間も子供なのに練習してきてっていう土台がありますから、やっぱり皆さん努力家ですね、うん、じゃあ、ショーンさん の、 その活動の中で、はい、ケニア の、 そのコンサート、はい、まあ、支援をしているっていうのに伺ったんですけれども、はい、ケニアのナイロビにコイノニア教育センターというものがあります、はい、これは市橋貴夫サラ宣教師ご夫妻が立て上げたスラムの子どもたちのための学校です、はい、で、そこで、まあ、スラムの子どもたちはかなり水準の高い教育を受けるんですけれども、うん、子どもたちはやっぱり
こうだん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 思春期に入りまして、うん、心の養いが必要になってきて、うんうん、そのためにまあ音楽がとても必要だということで私を呼んでいただいて、はい、それでフルートガラ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 たくさん持ってですね、あの中古のフルート持って、あの税関でですね、あの密輸業者に間違われながらですねあのやっとナイロビにたどり着き、そしてあの子どもたちにあのフルート渡して一緒に練習してきましたけれども、あの子どもたちはとってもあの理解力が素晴らしくてびっくりしました、うん、そうですか、はい、あんな悲惨な生活の中でね、うん、本当にいつも笑って人生にイエスと言ってるんですね。あの日本の子どもたちとやっぱり全然違いますか、その心っていう意味では。そうですね、あのなんでああやって笑ってられるのかなって、その日の食事が食べられるか食べられないかわからないっていう状況で、はい、お父さんもお母さんもいつもくっついたり離れたりしてね、うんうん、家庭も安定しないし、あの物乞いに行ったりとかしなきゃいけなかったりとか、いろんな、ね、あの性的な犯罪もあったりとか、うん、いろんな苦境があるわけですけれども、その中でもね、あの白い歯を見せて、うん、本当に人懐っこくて、でこうフルートを見たらもうこれが自分のフルートで自分がフルートを吹けるなんて信じられない出来事ですから、はい、もうそのお稽古の時なんてもう むしゃぶりつくような集中力ですね。まあ、日本はあのその点非常に恵まれてますから、まあ、楽器もあって当たり前かもしれないし、はいはい、まあ、練習もいつでもできるかもしれないっていう、うんうん、まあ、そういうゆとりがありますけれども、まあ、そういう点では向こうは本当にあの非常にハードな状況なので、うん、それだけに真剣ですね。そうですか、はい、じゃあ上達するのもすごく早いんですか。すごく早かったです。へ、はい、もうみんなあの現地の先生にも私レッスンしてきて、はい、教え方とかもあのお伝えしてきたので、あのみんなすごく上手になってですね、時々、うん、演奏を送ってくれるんです。ああそうですか、ね、で今年も、はい、その恋のニアコンサートというのは計画されていますか。まあ、そうなんですね、あの毎年、行ければいいんですけれども、ケニアも遠くて、はい、あと、まあ、時間的なやりくりとかいろいろございまして、それで結局日本で何ができるかって考えた時に、あの今度新しい校舎を作るために土地を購入しなきゃいけないという状況になって、であのその購入資金をあの集めるチャリティーコンサートをね、日本 の、はい、あの全国でさせていただくってことで、はい、いろんな協会があの協力してくださって、今年は北海道札幌で11月にまた予定されています。そうですか、はい、昨年は鳥取でお世話になりました。じゃあ本当にいろんなところでアピールして、はい、はい、で演奏されて、はい、そしてそこでチケット代が、はい、そのケニアのために、はい、使われるということ。そうなんです、チケットを2000円で、はい、2メーター四方のこのナイロビの土地を子どもたちにプレゼントすることになるんですね。それはなんか参加者にとってもすごく嬉しいことですよね。そうですね、その開催協会というか、はい、そのところを募集しているということなので、はい、常に募集しています、よかったら、はい、CJN テレビの方に、はい、ご興味のある、方が、お問い合わせいただければと思います、はい、ぜひよろしくお願いします。最後になったんですけれども、9月に新しい、はい、CD が、はい、制作中ということで、はいはい、今回はどういう思いで、はい、まあ、平安というものがテーマになっていますね、はい、で安かれ我が心よという、うん、まあ、フィンランディアっていうシベリウスの名曲の中に出てくるフルートのメロディーが賛美歌になっておりますけども、はいはい、その賛美歌を中心にしたCD なんですけれども、実は昨年私過労で、うん、倒れてしまって、そうなんですね、でその時にですね、よく考えてみたらですね、主のために主のためにって一生懸命働いてきたつもりだったのが、やっぱりこう自分の計画が知らないうちに、中心になっていて、なんかこう自分の計画が偶像になっていたっていうことにすごく気がつかされて、大きな悔い改めを迫られました、はい、で、その時にじゃあこの先どうしていったらいいですか神様っていうことで、祈ってた時に、私が死んだ時のそのお墓にどういう言葉をあなたは書き込むんだって問いが来ちゃったんですね、それでもううんうん言って、まあ、祈って、すぐにはなかなか結論が出ませんでしたけど、結局今思うことは、
主は生きておられる、うん、そのことを私はお墓に書きたいと思って、私の名前はどうでもよくて、その主が生きは生きておられる、うん、そのことのをお伝えするために、それは賛美で、お伝えすることもできるし、日常的にね、人とお話ししたり、笑顔一つでも伝えられることですよね、うん、そういうすべてにおいて、その主は生きておられるってことを伝えることができたら、私は本当に人生ね、うん、幸せで、本当に感謝だなってって思わされたんです。でその時にいただいた平安を祈りを込めてその CD に託しております。9月、はい、に発売で、はい、そしてコンサートが9月20日に、はい、キリスト品川教会の礼拝堂で行われます、はい、本当に素敵なところで、はい、ぜひそのコンサートにも、はい、多くの人に来ていただきたいですね。お待ちしております、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。皆さんに聞いている、最後の質問で、はい、シオンさんにとって賛美とは一言で言うと何でしょうか。はい、祝福です。祝福、はい、この祝福を、本当にこれからも、奏でてください、はい、ありがとうございます。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました、今日はフルート奏者の、シオンカオルさんをお迎えしました。それではまた次週、我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。